ああどうも。ああどうもね。ああ暑い仕事終えてね。そうですね。もうすがすがしいライブだったね。もう初日の出を見るような。いやーちょっと風邪ひいてましてね。風邪ひいてると思えない。もうアドリブプレイがされたじゃない。あれね、家で高熱の時にね、思いついたんだよね。あのアイデアを。アイデアを。さすが。でも俺ね、年越しがさ、五木ひろしさんのね、紅白によるあのエリック・クラプトのモノマネからね、夜明けのブルースによる、あれからね、こう年越したから、なんかこうね、ブルースとロックに対してね、疑問を持ってたんだよね。なるほどね。その6日にね、小樽がそれ全部ね、もう、バスケバスケだもん。ブローアップフルイチだもん。いや、俺もあの、小樽見たわ、あの、五木ひろしさんの。見てね。飲んでるシャンパン吐いたんだよ。吐くよね。いやこれ別にいい悪いじゃなくて、ね、いい悪いじゃなくて、これもそう思う。俺ね、柳ジョージよりもね、あの頃の柳ジョージ知ってるじゃん、小樽くん。あれの上行ってたと思うんだよね、そのコスプレ具合は。どうなの、クラフトンだってよく見に行ってたじゃん。クラフトンの場合でまずね、一つ言えるのは、スーツはベルサーチね。なるほどね。いつきちゃんにはそれ感じなかったよね。そこはちょっとどうかちょっと感じなかった、まあわかんない、今も着てると思うけどね。もちろん、あとどこにあのギターの構え方とかさ、あとソロ弾いた時にちょっと、なんつうの、動き変だったじゃん。なんつうの、動きが変ってどういうことなの、なんつうの、ナチュラルじゃない。車でさ、前走ってる車が挙動不審な時ってあるじゃん。あるあるあれに近い動きだったね。あるある。それ CD チェンジしてる時なんじゃないの、それ。どうしていいか分かんないみたいなさ、五木さんも、五木さんも弾いてるんだけど、ソロがどうしていいんだか分かんないみたいなさ。なるほど。いやでもあれはよかった、あの紅白で新しいドア開いたね。おドア開いたよ。でさ、エリック・クラプトンにも見えるし、後ろにさ、AKB さんがまたさ、コーラスみたいつけて踊ってたじゃん。あれがバングラデシュコンサートにも見えたんだよね。なるほどね。で、ビートがサンタナでしょ。そう、ビートがサンタナでしょ。お、やっとね、こう70年代ぐらいの、あの熱いロックの思いが、紅白に届いたのかと思って。届いたね。これからだよ、ヒューマンリーグが出てくるのは。そうだね。でも俺 AKB がね、ああいうフリルだとか口ずさんでるの見てね、努力してんだろ。努力してるよ。だって絶対知らないもんな。知るわけないじゃん、俺だって知らないもん。そりゃそうだよね。でも手拍子したりみんなさ、頑張ってるじゃん。偉い。芸能人って偉いね。偉いんですよ。偉いよ。あれ、白組勝ったんですってみんな喜んでんじゃん、男の人。嬉しいわけないじゃん。まあ嬉しくないね。でも、あれ、素晴らしいと思うよ。あの、嬉しがり方。結構見てんだね、最後まで。てか、つけてるから、ずっと。あの、昔言ってたおでん屋フィーリングで。そうそう。ずっとついてるんだ。全然じゃないけどね。なるほど。で、チラッチラッて見てるわけだ。あの、おでん屋は、あの紅白が夏でも見れるから。夏でも見れる。しかも、なんか、数年前、あ、カンの、愛は勝つ。そう。あれが、ね、流行ってる頃の紅白だ。そうなんだよ。あの時の紅白でも、やっぱ昔の紅白はね。違うよ、やっぱりね。今の紅白は、なんかすごい。あとね、小太郎くんにね、もう本当報告したかったのでね、小太郎くんがさ、梅ちゃん先生にすごいハマってたじゃん。ハマってたね。で、またさ、この連ドラ好きだからさ、俺昼も夜も見てるわけでしょ。だから、大したことねえんだろうなと思ってたわけよ。梅ちゃんをね、まず梅ちゃんが男だと思ってたの。え先生も、ね、お医者さんじゃなくて、金八先生だと思ってたの。あー、なるほど。梅ちゃん先生みたいな感じで、もう学校を正すみたいな。そういうのでまあそうでもドラマだよな、孝太郎君がハマってんのと思ったわけよ。で年末にね、梅ちゃんやってたさ、なんていうの、あれ彼女は森木がなんか司会やったでしょ。それの絡みもあると思うんだけど、昼間からさ特番みたいなやってたんだよ。ああやってたよ。やってたよね。で俺もさすがに年末だしさ、もう出かけるのも億劫だし、なんとなくつけてたわけよ。なるほど。したらさ、あ、いいドラマだね。いいよ。俺見逃してさ。あれはね、素晴らしかったよ。ロストなんか見てる場合じゃなかった。全然ホントに。あれは近年だからでもいいね。そうで、その話を元旦にね、おふくろにしたわけ。うぶちゃんの先生いいねって。俺もう毎朝見てるから。お前見てねえのかって叱られたからね、元旦相当。でしょ。もう本当にそりゃそうだよ。あのドーナツの理論を言うあの先生が大好きだっていうのよ、男の先生ね。いいよね。だから俺梅ちゃん先生見直そうかなと。紅白で梅ちゃん先生 の, あのお父さんと出てきた見たよ。俺として熱かったよ。あそこは熱かったんだ。ただ現実とさ、あれはもう交錯するシンクロする瞬間なんだもん。
じゃあ子供が仮面ライダーショー見てに行くようなもんだ。俺と仮面ライダーショーだったんすか。子供にとって画面ないでしょ、うん、うわぁ、ライダー来たみたいな。来たみたいなさ。梅ちゃん家族来たみたいな。まあ、当然来るとは思ってたよ。あ、そうなの、予想してた。当然思ってたけど。梅ちゃん先生、ご多分これ見直せないよ、どっかで。DVD とか出て。あ、BS やってない今。やるよ、そのうち BS で多分。あ、そういうの遅れてやるの、この間まで お日様やってたから、うん、やるんじゃない。梅ちゃんが良すぎて、俺だってしんちゃんとさ、しんちゃんあ、それ、しんちゃん。くれよ、じゃないの。あのスマップの曲ライブでやってるぐらいだから。あ、そうなんだ。梅ちゃんのテーマとして。梅ちゃんのテーマとして。逆さまの。でも、二人でもワンコーラスしか知らないんだよね。ああ、よくあるよね。だって、俺たちだってさ、あれ、ビザーメンさ、初めてやっとブラックサンドビーチさ、知ったんじゃん。うん、まあ、そうだね。で、ブラックサンドビーチってさ、何年か前とか、90年代後半にさ、ビールのコマーシャル使われたじゃん。で、その時、コウタル君があの歌面白いっつってさ、ね、ワンコーラスやったことあんだよね。やったやった。ちゃっ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 とか言って、ああ、やった。で、ここがいいよねとか言ってて、うん、その時知らなかったショーだろ、知らなかった。あの時でも、ブラックサンディー下がるところが上がってたんだよね。上がってたんだっけ、うん、解決させるために。なるほど。わ、うん、かんないことあるよな、やってんのにさ。梅ちゃんがね、見た方がいいよ。あ、そう。今、そんな意味でね、やっぱ紅白は、やっぱり我々の世代においてはね、避けて通れないね。まあ、子供の頃からやってっからね、とか見てるからね。うん、いやでも生ですごいね。あ、生放送しかもさ、生演奏とか昔やってた。あのオーケストラとかいたからやってたんじゃないの。 A ちゃんとかバッチリやってんじゃん、和義くんとかやってたね。でも A ちゃんあれギターは、うん、CD の音だよ。あ、そうなの、うん、でもなんか最後のドラムの決めとかがさ、バッチリやってるからさ、うん、うわーやってんだと思ってさ、ちょっとびくったんだよね。そうね、だって俺たちがポップジャム、うん、出たから絶対生演奏させてくれなかったじゃん。させてくれなかったね。あ、紅白とはちょっと違う。まあ違うけどさ、ポップジャムと紅白でさ、まあでも NHK のさ、そのやり方としてさそうね、うん、やらしてくれないのかと思ってさ。まあやりたくないけどね俺はね、ボーカリストから言わせてもらえば生演奏の方が全然いいよ。ボーカル歌うからね、どっちしてもね。そうなんだ、カラオケなんかで歌わされた日にはね、ほんと死んじゃうよ。生放送で生演奏って何度かまあやったけど、嫌なもんだね。あ、そう、緊張するよ。そういえば、そういえばさ、小太郎君あれだったよね。え、あのニューイヤーチャンピオンシップ今小太郎でやってんじゃん、はいはいはい、あれさ、うん、あのステージでも言ったけどさ、うん、いつもケータリングってさ、うん、あのお菓子とかじゃん、はいはい、今回持ち入ってたね。それ入ってるでしょ。餅でもさ、危ないよね、うん、危なくないよ。いや俺たちの年になってマジやばいよ、あれトースターと餅って言ったけど、焦って食うからよくない。いやいやゆっくり食いなよ。だって詰まっちゃうよ。詰まんない、詰まんない。詰まったことないの今まで。ないないない。マジで。ないよ。結構元気だね。全然バリバリだこれ。食べたの。じゃあ餅食ったよ。何で、お醤油、お雑煮。あ、ゾーニーしたんだ、うん、あ、言ってたね、うん、あの長谷園の、そう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 、なんだっけ、料亭の味、うん、のあれを使って焼いて、そう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 、あれにぶち込んだわけですよ。あ、そうなんだ、さすがだな。いや、ちょっとだけこれ腹減ったから、うんうん、ちゃんと食うのもあれだと、餅ちっちゃいの、ちっちゃかったね、いくぐらい食べればいいかなと思って食べたね、うんうん、だからもうステージ元気だったよ。あ、そう、やっぱ炭水化物だよね。あ、いや、そうだよね、うん、すぐエネルギーに変わるからね。これは炭水化物と氷だとね。あ、この2つ隣にあと鏡餅もあったじゃん。あったあった。おい、だって、うん、クワトロの店長が来ちゃうからさ、うんうん、ちょっと冗談でクワトロの店長つるっぱけじゃん、うん、頭に、うん、さ、うん、みかんかせてさ、うん、鏡餅かと思ったよっつったら相当喜んでたよ。喜んでたよ。新年から「何てことするんだよ」とか言わいや、最初に挨拶してもらえなかったな、店長に。グリーンローそうそうそう。ですね、加藤さん、小田さん、こんにちは。どうも、バルバルと申します。バルバル、1月6日9月で行きました。新春早々胸キュン。通常ならハゲ散らかし始めのアラフィフの面々とは思えない加齢臭ゼロのステージで素敵な時間でした。うるさいよ、いちいち、いちいち下げて上げるなよって感じだよね。
まあ、年の割にいいやってことでしょ。そうそう、年の割にはいけてるよっていうことよ、ね、つまり、はい、どうも、うん、MC でも餅の話がありましたがご相談です。お、そう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 、お餅大好きなんですが、うん、未だかつて焦げずにありつけた試しがありません。お、気づくと膨らんだ真っ黒焦げのお餅の山から赤でも青でもない炎が燃え上がり、アーツホース。もう引火してんだ。炭になってんだ。もはや食べ物とは思えない残骸に。食べ物じゃねえよ、まだ炭になったら絶対。タイマーをセットしても真っ白な表面だったりして、あとちょっとで目を離した瞬間に炎上と。うん、炎上なんだ。バーンなんだ。どうしたら普通にお餅を食べることができるでしょうか。なるほど。どうなの。いや、俺もね、うん、あのまあ、お餅じゃないけど、うん、温め直しのチンの時間あるじゃん、うん、お弁当とか冷えちゃったら、 あれは難しいね。なんで一回押すと、うん、まだ冷たいんだよ中が、はいはい、2回ダブルいくともう限界をとどめないぐらい小田君ぐっさりいってんだよ。ダブルの途中でやめればいいよね。あ、途中でやめていいのあれ。いいさ。そりゃそうだ。まずあれはね、規定時間だから普通にやるじゃん、ピンって。30やる。で、一回そこで出して、うん、蓋をちょっとずらすのね。何そのテクニック。何そのテクニック。それで、ちょっと弁当の位置も変えるのよ。そうすると当たるとこが変わるから。あ、それで、まあ、なおかつダブルの途中で、うん、半開き。半開き。マジか。俺はもう見てて、うん、中のその動きで分かるお弁当の動きでも全て分かってんの。分かります、分かります。プロだね。分かりますから。コータルすごいね。そりゃプロだよ。セビレブでずっとバイトしたんだし。あ、そこで何培ったって。その時は、その時は、うん、まだその二つ出しっていう作戦がしてなかったりして、うんうん、逆に目打ちで弁当にシャカ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 ってもう無数の穴を開けそうで、うん、あ目打ちで、なるほど、ね、パパパパって穴開けて、そうそうそう、適度なものを調整してたの自分 で、コンビニの弁当も俺は好みでさ、すげえ熱いのが好きな人とほどほどがいい人っているじゃない、うん、いるね。俺激熱派なんだよね。あ、熱くないとダメなの。ダメなの、うんうんうん、だからじゃあその辺詳しいんだな、まあ、プロだよ。だからハンバーグなんかはわちっと回しておいて、うん、実はちゃんと温まってないケースも多いし。ああ、なるほど。ハンバーグとご飯がこう絡んでる場合にはさ、うんうん、そのハンバーグ下のご飯は冷めたりするわけよ、うんうん、そういうのとか俺うるさいからさ。そう、俺さ、小田君さ、あの、うん、コンピューターとかも強制終了とか嫌いなタイプなんだよ。なるほど、うん、ぐるぐる回ってても待つタイプなのね。だからあのチンを途中で開けたりするっていう、そういうね、なんかこうマシンにとってこう体に悪いんじゃないかと思うような行為したくないんだよね。チンは全然途中で大丈夫だからダメ。それにより失敗してるんだよ。だからこの人もそうなんじゃないの。だってあれだって1回目で硬くて2回目っていうかちょっと目離すと炎上だもん。目離しちゃダメだよ。あ、そうか、目離しちゃダメなのか。ずっとね、にらめっこしてるわけよ。してちゃんと見てないといけない、ね、そうすると向こうの気持ちも分かるから、餅の気持ちが、うん、食べてくださいっていう。そう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 、燃えるっつったらすごいよこれ。地面のギターだよ。ったすごいね。あれ燃やしたんだけど、うん、で炭になってから引火っつったら相当な時間やってるよこれ。食いたくないね。食いたくは食えないよ、うん、まあこういう人はあれじゃないの、うん、あの餅つき大会ってさ、うん、つきたての焼かないお餅をさ、うん、あ、そうだよね、な、大根のしあたりでさ、あれうまいよね。うまいよね、うん、あれうまい、うまい、うまい。焼かない方がうまいよね。じゃあ、いや、焼いたらもううまいよ、俺おしるこはね結構よく焼きが好きなんだよね。ちょっと焦げてんのがいいんでしょ。そう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 、でそれが入ってるよね最初から。そうそうそう、まあ、香ばしさがね、香ばしさが色だよなとね、うん、そう、こう小豆と出会った時のさ小豆と出会った時ちょっと焦げてないとダメなんだ俺はね。なるほどね、うん、加藤さん、バクロ町にある南インド料理ダクシンおすすめです。へえ、いろいろ行きましたがとても美味しいです。あ、ぜひと。小田さん腰痛心配です。あ、腰痛心配って聞かれると、うん、人間も終わったからね。確かに。私も立派な夫になってから朝起き上がれないほどの様子になりました。うん、みんな来るよな。ちょっと高い無圧布団みたいなものに変えたら1週間ほどですっきりびっくり。いや、布団なんだ。なるほど。もういろいろお試しかと思いますが、寝具、うん、体に合うものが良いみたいです。なるほど。なかなか失礼しました。コースを楽しみです。あ、ありがたいね。コースと来てくれるって言ったね、うん、今我々にとって非常にこうポイントポイントもね、もうお年玉だよね。この一言が落としなのね。だからもう街だったらね、あ、コスト行くぜって、もう P じゃない、P の次でね、P です、P ですって言って、その後にね、もう続くようにコスト、そうそう、そういうには声かけてほしいんだよ、なんかさ、どっか路上ですれ違ったらさ、あー、コスト行くよ。そうするとこっちもね、ちゃおーって感じでさ、明るく返せるってもんじゃん。わかるわかる、うん。待ってるよーってね。疲れててもさ、そうそうそう。
コーストは合言葉にしてほしいねこれね、ヘルニアさんから来ましたよ。いいねヘルニア、シーズン1から楽しみに聞かせてもらってます。はい、素晴らしいね。先日アルビスで見つけた素敵な商品をご紹介したくメールしました。はい、お盆に敷く滑り止めシート、うん、このキャッチコピーはやはりあの曲名からインスパイアされたんでしょうか。うん、ちょっとこれ気になるね。ヘルニアさん愛知県在住。はい、だグラスよ止まれ。取りにくいのもやだね。そうだよね、うん、しかもグラスよ止まれって俺前に見たけど、このお盆の魔術師だからね。あ、うまいの。だってそれはバロンで働いた時にこれもう、あ、そう、これもビールからおでんから全部運んだ。大変ですよ。いやこれリンボーダンスもできちゃう。全然できるよ。いらないいらない。すごいな。これでなんかもう全然普通にヘッドバーキングしても、うん、全然中の場合はこぼれない。こぼれない。そんな魔術師なんだ。そう、だって指がクッションになるから平気なんですよ。あ、指がクッション、うん、名言出たね。指がサスペンションなんだ。3本指でも、3本指でしかも3本指のコウちゃんだから。3本指のコウちゃんどうなんだか分かんない。今早引きのコウちゃんでもないのにね。すごいね。3本で支えていいんだね、やっぱりね。そうなんだよ。池袋から明けましておめでとうございます。どうも。新年明けましておめでとうございます。まだ12月28日なんですが、はい、お呼びになられるのは年明けかと思いますので、はいはい、新年の挨拶失礼いたします。はいはい、成増在住、今度高田馬場に引っ越す22歳女子です。微妙なところにいるんだよ。今池袋の JR 改札にて面白いものを発見したので、うん、取り急ぎメールしました。はい、新年が笑いで始まりますよ。はいはいはい。なんだこれ、靴下か。靴下どこにあるの。スイカのところに引っかかってんだよ。これ池袋っぽいね。面白いよ。これ写真館だね。なんで引っかかんのこれ。なんかはみ出ちゃってるのがここにうまーって引っかかっちゃったの。うん、こう池袋だな。いいね。すごいね。うん、素晴らしい。これいいですね。接待マラソンあります。接待マラソンやっぱあるんだ。うん、いつも楽しく聞いています。ファン歴24年の P、 もうじき40歳男。うん、さて今回接待マラソンの話が出ていましたが、うん、今年ちょうどそれをやりましたと。今年の東京マラソン、我が社の社長と僕、そして大手得意先の社長常務と4人で一緒に出走したと。うん、最年少の僕の自己ベストは3時間38分と4人の中でトップ。なるほど、早いじゃん。しかもコンディションは絶好調。うん、得意先若手社長は3時間40分テントということで、こちらに勝つためにかなりの走り込みをしてきた模様。どこに取引先が、うん、もうかなりいいコンディションで来てるわけ。望んでるわけ。これやばいな。うん、途中並走する場面もあり、うん、タイムか販売実績かと一瞬迷ったんです。なるほどね。これ迷うね。うん、レースはレースと一気に引き離し3時間20分のタイムでゴール。相当早い。すごいじゃん。相当早いよこれ。早いじゃん。3時間36分の社長に勝利しました。うん、社長やるじゃん。社長追いついてくるね。うん、やはり社長も大会系、うん、大したもんだ。でも来年は負けないからまた一緒に走ろうと熱き拍手してくる。ああ、でも帰ってよかったねこれね。ぶっちぎって。これはむしろ売り上げも上がると北総院んです。うんうんうん、問題はその後ジョンも4時間半程度でゴールインし、ダントツビリのうちの社長を待ち続けることさらに1時間。うん、待ってもビッグサークルにやられない社長を心配して電話してみると、もうゴールして駅から帰るところですけど、うん、なんだまだ待ってたんですかと驚愕の発言。なんと一番ビリの業者側が、勝った得意先を怒らせるという事態になったのです。どういうことだから一番ビリの人がもう挨拶もしないで駅行っちゃってたってことですよ。リタイは危険てか6時間とかで切られちゃうから、ね、ああそうか、途中でね。うん、でまあ、勝手に自然解散にネットごとしちゃったんだ。たんですね。うん、でだから、まあ、一番ビリの業者側が勝った得意先を怒らせるという、ね。なるほどね。平謝りをするもお客さんは、うん、君のところの社長何考えてんの。なあ、そりゃそうなるよな。ありえないよと呆れて帰り、うん、社長からは上司に勝つなんて空気が読めないやつはクビだと言われる往復便だ。往復便だ。すげえな。追伸マラソンを走るときはいつもコレクターズのタフとピローズの、うん、ランナーズハイが僕の手の曲です。なるほど。 PNM はるかなるゴールラインさん、はるかなるゴールラインさん、ね、厳しいね。最初前半はね、炎のランナーばりにね、まあ、感動狂言だったのに。大したもんじゃない。でも来年負けないからまた一緒に走ろうと言ったものの、相当面白くない。
あ、そうなの。そういうもんなの、やっぱり。ね、ランナーとしてこれ面白くないの、やっぱり。いや、俺はあんまりタイム気にしないタイプだから、全然ね。もうエンジョイ系だからいいけど。でも言うわけでしょ、小田君なんとか、ホノルル行ったって、うん、タイム気にしてる連中がさ、周りに。いや、もう。で、千葉知ってんのか。千葉知ってるよ。夢の島だっているよ。夢の島だっているでしょ。危ないよ、お前、みたいなさ。危ないよ。お前のせいで怪我するんだろ、みたいなさ。そんなすごい走りすんだ。だからもう、追い抜き方とかもう、こう、マナーがなってないやついるわけよ、もう。自分のことばっかり。ああ、なるほどね。うん、あれダメよね。勝ちゃいいっていう。そう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 。美しくないね。美しくない、美しくない。ほんとね、大体そういうやつかっこ悪いんだよ、顔は。あ、大体そういうもんだよね。うん、人気出ないよね、うん、これ。そういうもんなんだよ。しかし、絶対マラソンがあったな、びっくりだな。加藤さん、小田さん、こんにちは。どう。初めてメールします。はい。広島県在住。ザ・ピローズの対マンでまんまと加藤さんにトロールされた一人。なるほど。P ネーム浜子。浜子、12月は大阪ワンマンファンミーティング、緊急ナイト、アナログモンキーズ、カバーナイト、チェンジエナジーカフェ、旧、うん、カウントダウンとコレクターズ三昧の素晴らしい2012年の締めでしたと。広島から、うん、すごいね、広島からね。オリアンドアスカワリでレッドブルズで加藤さんがイベントを知ってると知り、うん、出して向かい最後の曲だけ間に合いました。あ、そうなんだ。その帰りに友達が、うん、せっかくアルバムの名前が99匹目の猿なんだから、うん、山下とコラボして、うん、99匹目の猿ガニ合戦作ってほしいよね。あ、いいね、99匹目の猿ガニ合戦、ね、どうでしょう、小太郎さんプロデュース、加藤さんからお声がかかってなれば山下さんもノーとは言えないんじゃないですか。間に合わねえんじゃねえか、もう間に合わねえないや。99って貼ってもらうシールで。間違った時に貼る人いるじゃない、なんか。それじゃつまんないね。俺らのジャケット貼ってもらえばいいんだよね。そうだよな。2月24日の広島ワンマン楽しみにしております。そう。浜子さん。なるほど。これ物販で売ったら売れるよね。食品は売りたくないな、でもな。あ、そっか。まあでもあれだね、通販でなんかこう、でもサルカニ合戦一回だけ通販っての難しいから、なんかセットしなきゃね。そうだね。T シャツかなんかと。また T シャツだろ。面白い、99匹目のサルカニ合戦。いいね。新しい物語が生まれそうだよね。そうだね。でも、なんか悲しい話とかにするよね。99匹目のサルカニ合戦。何個ぐらいから作れるんだろうね、それ。1000じゃない500、600が欲しいよね。そうだね、確かに、ね。でもツアーで売るとしたらやっぱりでも1000ぐらいあってもいいね。1000あっていいよ。だって残ったらヤギ橋に持ってっちゃえばいいんだもん。それいいけど。ヤギ橋の倉庫に入れちゃえば。で、小田君がポップ持って、ニコってやればまたあのマツコ・デラックスみたいなおばちゃんが買ってっちゃうから。そう。絶対。そういう街なんだよ。じゃあちょっとこれちょっとコラボしたいな、うん、マジで。そうよ。ちょっと聞いてみるよ。緊急で。緊急メール。あとでメールしよう、うん、この収録終わったら。うん、緊急メール。加藤さん、小田さん、ドエス。ドエス。板橋在住だって。うん、こんなのとこです。さて、クリスマスシーズンの今、うん、保育園に通う息子の友達一家、数家族とクリスマスパーティーをしようということになり、はいはい。12月23日に開催という運びになりました。なるほど。12月23日は、うん、TBK のね、音楽解放区の収録日。Going のソウ君がやってる。観覧希望を出していた僕は見事当選、うん、クリスマスパーティー不参加を伝えたところ理由を聞かれたので、うん、好きなバンドが出演する番組の公開録画の観覧が当たったと話すと、うん、なんてバンドと聞かれたので、うん、ポール・ベラーやオアシスを聞く彼女は当然コレクターズを知ってるだろうと思い、うん、コレクターズだよと話したところ、うん、彼女から衝撃の発言が、うん、へえ、コレクターズ来日するんだ。面白い、面白い、これ来日しちゃったよね。来日しちゃった。しっぱなしだね。もう来ちゃったよ、本当に。バーミンガムあたりから、彼女はどのバンドを思い浮かべたのか分かりませんが、うん、彼女の中では、うん、コレクターズは外滞です。外滞なんだ。2月からの来日ツアー頑張ってください。なるほど。もちろん賛成します。なるほど、来日ツアーだからね。いいね。なんなんだこれ、知ったかぶりしたのかね、これね。これたち来日するんだ。来日するんだ。かと間違えたんだね。なりと間違えたんだろうね。まあ、いそうだからね、でもね。まあね。面白いな。今後のこれ一つは、今度の日曜日も、クワトロのレーダーですね。チャンピオンシップ。あ、チャンピオンシップ。今度はトライセラトップスですね。トライセラトップね。やります。はい。そして23日の19枚目のアルバム、99匹目の猿が発売と。はい。26日コタロ&ピザーラマンがキネマクラブ、うん、これ何のコマーシャルもしてないけど大丈夫かな。もう順調にチケットも売れてて、
2月2日コトラードピザルマンが初の大阪京橋ベロニカですね、うん、2月10日から、コレクターズツアーモッドトーンが京都のミューズホールからスタートです。そういえばリーダーがラジオを始めたそうで、うん、ザ・コレクターズのミュージックパーティー、ラジオ始めたんじゃないですかねこれね、うん、3ヶ月だっけな忘れたんだけど、オールナイトニッポンかなんかの前の80秒だけなんだよ、あとヤズヤの CM だね、そう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 、うん、本当に、うん、でもう最初がさ、うん、板橋からやってきました加藤です52歳ですから言わなきゃいけない、もう辛いさラジオでさ、うん、80秒っていうのは黙ってると長いしさ、そうだね、うん、喋ると足んなく、もっと本当にね、そうだね、大変だよこれ、まあ、ちょっとまあ頑張っていただいて、いや頑張るじゃない、頑張んない、そこでスタジオコストの枠をさ、あ、いや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 、引っ張れ、このポッドキャストはスリラー MOG のスクラップマージンのサイトからダウンロードできます、はい、写真家の上からあります、はい、アーカイブもありますと、はい、PBL 受付中ブクロ24はトラック gmail.com と、うん、ね、毎週水曜日に更新しておりますので、まだシーズン3なのこれ、いや、あのこの発売ニューアルバムが発売以降で、うん、シーズン4か、来ちゃったね4、ダーティーハリーも4まであったね、4っていうのはどうなの、小田君の中でもうそういうシリーズもので、4は大体こう全く新しくなるね、あ、全く新しくなる、全く新しくなる設定がね、あ、そう、うん、ああ、目先を変えるんだね、そうそうそう、そう、もうじゃあ主役だった人が、だから3までなかったことになって、うん、新しいドラマが始まるわけですから、あれこれ難しいねん、じゃあ4からが、まあ我々の場合無理だなそれは、どう考えたってね、もう最後は3全く面白くなかったからね、そうだね、うん、4はなかったと思うしな、ないですね、まあ4まで行ったってこれね一つのね、うん、ステータスですよ、なるほどね、うん、じゃあ勝手に4にしちゃったけどねまあね、うん、まあいいや、うん、はい、じゃあ来週はシーズン3のファイナルなんだ、ファイナル、シーズン3ファイナルですよ、やばいなこれ、犯人が終わる感じですよ、わかるねこれ、うん、近代一少年だね、そう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 、そうね、ワンツーときた謎のね、うん、スモークマンは誰だったんだみたいな、そう落ち着けないといけない、分かんないまま方に行っちゃうのが XR で、そう XR で、そうそう、でフェイドアウトに行けなくなっちゃうでしょ、そう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 、そういうとこはっきりさせてから方に行かないと、まあ大風呂敷広げすぎると、そうそうそう、なんだ、ね、マトリックスも教えてくれたって言ったじゃん、そうそう、マトリックスもそうだったじゃん、うん、ロストもそうだったよ、うん、ね、もう行くとこ行っちゃってさ、はい、まあそんな感じで、はい、また来週、はい、Do the download、 Do the download、 Do the download。